大陸成長と超大陸の形成。大陸近くの代表的な岩石である花崗岩は、地球誕生直後に形成されていたらしい証拠があることを述べました。しかし、地球史初期の大陸のサイズは、現在よりもずっと小さく、地球表面の大部分は海洋に覆われていたものと考えられています。では、大陸近くはどのように成長してきたのでしょうか。これまで様々な大陸成長のモデルが提唱されてきました。その多くに見られる特徴は、大陸近くは地球史の半ば、30億から20億年前に急激に成長したらしいということです。すなわち、太古代の前半、おおむね30億年前までは、地球の表面には大きな大陸がなく、ほとんど海で覆われていたのが、太古代の後半、とりわけ原生代に入ってから、大陸近くは急激に成長して、地球は現在と似たような広い海と大きな大陸を持つような惑星になったらしいのです。なぜ地球史の半ばに大陸が急激に成長したかについては、この時期にマントル対流やプレートテクニクスの様式が大きく変化したなど、いろいろな可能性が考えられますが、まだよくわかっていません。ただ、地質学的な研究からは、原生代初期にはたくさんの大陸が集まって、最初の超大陸が形成されたらしいことが知られています。超大陸とは、いくつかの大陸が集まった巨大な大陸のことを指します。今から約19億年前に、現在の北アメリカ大陸の大部分と、グリーンランドやスカンジナビア半島を中心とするヨーロッパ大陸の一部を含んだ超大陸が形成されたのです。この超大陸は、ノーザンヨーロッパノースアメリカの頭文字を取って、NENA、ヌーナと呼ばれています。その後、超大陸ヌーナは分裂して、再び別の超大陸が形成されるということが繰り返されたようです。超大陸が形成されると、しばらくして超大陸直下の地球深部から熱い上昇流が昇ってきて、超大陸上で大規模な火星活動が生じ、それによって超大陸が分裂するようなのです。分裂した大陸は、プレートの動きによって移動して、地球の反対側で衝突することによって、再び超大陸が形成されます。この繰り返しを、ウィルソンサイクルと言います。ヌーナ以降も、原生代においては、コロンビア、約18億から15億年前、パノティア、約15億から10億年前、ロディニア、約10億から7億年前、ゴンドワナ、約5億から1億年前、というように、超大陸が形成されては、分裂することを繰り返していたらしいことが分かってきています。原生代に入ると、約2億5000万から2億年前頃に、超大陸パンゲアが形成され、それが分裂して、現在の海陸廃地になったことはよく知られています。こうした大陸の成長や、離合集散の歴史は、地球の気候や生物の進化にも大きな影響を与えていたと考えられます。地球の気候が約30億年前までは高温だったのが、それ以降寒冷化して現在に近い状態になったらしいことも、大陸の成長と深い関係があるのではないかと考えられます。補足。
パンゲア大陸とは、ペルム紀から三畳紀にかけて存在した超大陸である。超大陸の完成時、地球内部からスーパープルームが上昇して、世界各地の火山活動が活発になり、ペルム紀と三畳紀との境界に当時生きていた古生代の海洋生物種のうち、実に 95% 以上が絶滅した。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。